海は中華人民共和国雲南省にある湖。中国の淡水湖では7番目の大きさである。海は雲南省大理市の西北に位置する淡水湖で雲南省では天地に次ぐ2番目の大きさの湖。高原地帯にあり湖面の海抜は1972メートル。南北に長い形をしており南北の長さは 約4 2 6トル東西の幅は最大約8 0トルである。湖の表面積は約249平方キロメートル平均深度は1 1ル最大深度は2 0ル程度で、貯水量は約25億立方メートル。断層湖で周囲を青山などの山に囲まれており、いくつかの川から水が流れ込むが外部に流れる川は、 大理市下の石鎮付近の西側のみで、乱走港を経て、再下流では、メコン川となる。水産業、農業、飲料水などに幅広く利用されている。水産業では、ペイ族が網や迂回による漁を行っているほか、チャンスーショウの太古から移入された、白魚類の養殖が行われている。本来、大理語リなどの固有種が多かったが、1970年代、 以降外来種が増え、現在では船が優勢になるなど生態系の変化が激しい。また、生活排水の流入などで不栄養化が進んでいる。井戸的には太陽の副射熱をよく受けるが、高地にあるため気温は年中穏やかで観光には適した気候の場所にある。湖の都市平均水温も摂氏16.9度で、かつ安定している。 風花雪月の名所である大理4 k の一つ、海の月として、湖面に浮かぶ月の風情が良いとされている。南岸の下の赤鎮と北西に位置する古町線を結ぶ観光船が運行されている。船内では、ペイ族の山、道茶を供したり、ペイ族の舞踊の披露などのアトラクションがあるものもある。古城に、ハニレ、サワ、コンイヨイヨ川、西川、西ニガなどがある。 8世紀に南昌国が遠いた際に水源や食料確保の地として選ばれたと考えられている。また周囲の林は鹿狩りの場所として用いられていたと言われる。ついで937年に起きた大理国も海を生活の場として利用した。ありがとうございます。